美代の天下の一大事。この番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役会長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤澄夫さんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます。伊藤澄夫の天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りします。プレス機械や周辺装置、バネ成形機のアマダプレスシステムって？自動車や医療機器などの部品を作り出す機械の会社です。私たちの暮らしに欠かせないんですね。ぜひあなたも一緒に働きませんか？組成加工を科学するアマダプレスシステム。伊藤澄夫の天下の一大事。伊藤さん、今週そして今月もよろしくお願いします。さあ、今月はですね、少子化の影響で中小企業だったり製造業といういろんなところで社員の採用が難しくなってきたっていう話。そうですね、これはもう伊藤さんからも聞きます。当社に限らず全体にそうなっておりますね今。企業側の活動も大変じゃないですか。いや、今いろんなアイディアを入れてね、若い社員が喜ぶようなところをどんどん取り入れてやってもらってる川崎常務とですね、設計の若い女性社員連れてきましたので、彼らにいろいろ話聞いてください。まずこの番組にもたびたびご出演いただいております、伊藤製作所海外担当常務になられたそうです、川崎さん。よろしくお願いします。いやー、ますますこう責任も重くなって。そうですね、今ちょうど少子化の影響で採用が企業側から見てなかなか難しくなってるっていうのは、これも川崎さん自身も感じていらっしゃることですか？そうですね、やはりこの地域柄製造業多いもんですから、特に男子社員が非常に取りにくくなっておりまして、いろいろなことをやってはいるんですけれども、特に女性の活用といいますか、そこに力を入れております。今時代的にもそういったバランスっていうのも大変重要なファクターですよね。そうですね、もう一人スタジオにお越しいただいています、伊藤製作所技術部設計課の江藤千尋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。笑顔を咲かせながらこのスタジオに入っていただいておりますけれども、ラジオは初めてですか？初めてです。しかしね、非常に堂々としているんです、江藤さんは今何年目ですか？伊藤製作所は入社して9年目になります。設計の部署に入ってからは何年目ですか？4年目になります。どんなお仕事をなさっているんですか？現在は金型の製作を行っています。金型とはどういうものかっていうのはなかなかね、ラジオでは伝わりにくいということもありまして、初めてじゃないですか、スタジオに金型を持ち込んでいただきました。長さ60センチぐらい、金属製の人間の背骨のようなものをラジオの前では想像していただければいいですかね。これが順送り金型と呼ばれるものですね。一番左端と一番右端で随分形が違いますね、これはどのようになっているんですか？そちら、が金型を投入する側になってて、どんどん工程を踏んでいって製品が出来上がるという感じです。つまり長さ60センチの背骨状の長細いこの金型なんですけれども、ちょっと面積の広めの部分から始まって、どんどん先に進むにつれてこの型の面積が小さく、造形も細かくなっていくんですね。でここに物を入れていって、まさに順送りしていくことによって細かい部品ができていくと。この設計をやったんですか？ものすごい基本的なことから聞いていきますけど、設計はペンと紙でやるんですか？今はパソコンを使って、CAD を使ってやります。難しいものですか？最初はすごく難しかったんですけど、設計者の養成プログラムがあるので、教えてもらいながらやっていって、現社長
まだ技術部の室長だった時代に直接指導していただいたので、うん、なるほど。伊藤製作所の今の社長が江藤さんにとっては師匠だったと。そうですね、いうことなんですね、はい、こういう部品を作ってくれっていう要請があって、じゃあどういう設計図を作ろうかっていう、そういうことでいいんですか。そうですね、お客様からこういう部品を作ってほしいっていうのは、はい、あの営業の方が取ってきまして、はい、まあ、これなら弊社の順送り金型でできるなっていう部品があれば受注しまして、そちらを技術部の方に展開しまして、はい、基本的にあの製品の形っていうのはお客様が決めますので、はい、それをまあいかに効率よく作るかっていうのが腕の見せ所といいますか。あの金型を経て作られた部品も今スタジオにあるんですけれども、当然のことながら立体的ですよね。この立体的なものを作っていくのに、そのための型を作っていくっていうのは、もう頭のどの部分を一番使って江藤さん作ってらっしゃるんですか。後頭部らへんが痛くなる感じで、はい。伊藤文雄の天下の一大事。あの伊藤文雄さんに伺いますけれども、うん、あの以前はこういう金型を作るっていうのは一つの職人技、そうですね、だというふうに、はい、今も全国的にはそのような形でやってる型屋さんが多いと思いますね。まあ逆に言ったら若い社員が入ってきにくいから、はい、高齢者の方が頑張ってるっていう方が多いですね。そうですね、はい、ああそうなんですね、うん、ただそうなると、はい、技の伝承がめちゃくちゃ難しい。これも大変ですね。で設計者養成プログラムというものです、はい、これ江藤さんどんなものなんですか。現社長が作成した、はい、あのパワーポイントみたいなのがあって、すごい内容もすごく分かりやすくて、それを、ま、結構時間かけていただいて教えていただいたという形で。はあ、あの川崎常務に伺いますけれども、はいはい、この設計者養成プログラムってどうですか。正直申し上げて、すごい、まあ、社内のことを言うのも恐縮なんですけれども、かなりのものですね。ここまでの資料を作って、まあ、やるのかっていうぐらいの細かいところもう全てですね。伊藤さんね、こういうのってかつての師匠と弟子っていう関係だと、うん、なかなか教えたがらない部分。そうですね、俺の背中を見て学べとか、そういう形だったですね昔は。あのこの間の大手一次メーカーさんの役員さんがいらっしゃってね、こういうところはあの紹介したんですけど、ここまで教育の内容をやるかと、かなりあのびっくりされたっていうことは、やはり当社がやってることはいい方向でいってるのかなっていうふうに思いましたね。江藤さんに伺います。もしね、昔のような師匠の背中を見て学べっていうことだったらやれました。いや、もう絶対無理ですね。はい、まあ、養成プログラムも難しかったと思いますけれども、はい、やはりその方が、そうですね、イラストとかも動くようなイラストがついてたりして、すごく分かりやすいので、それがなかったって考えたら、多分無理だったなって思います、はい、ただ分かりやすいといっても難易度は相当高いものじゃないかなっていうことが想像できますけれども、はい、実際にここにあるような順送り金型作れた時の喜びって大きいものですか。そうですね、初めは何も形がないところから始まるので、実際にこう出来上がって製品がちゃんと出てきた時の喜びがすごく大きかったですね。伊藤文雄の天下の一大事。就職活動をしていた10年ぐらい前っていうのは景気が良かった時ですか。就職希望者よりは多い求人でしたけど、はい、そこまで自由に選べるような魅力的なところが少なかった、はい、少なかったなとは思います、うん、そういった中で伊藤製作所っていうのはどのように移りましたか。四日市商業の先輩方が多かったので、通称師匠と言います、はい、三髄に四、商業の商と書いて、はいはい、で、まあ、見学に来た時にすごく先輩が多かったっていう面と、まあ、この会長の人柄もあって、すごくアットホームな雰囲気があったので、あの見学してすぐここにしようって決めたなって当時のことを振り返ると思います。先輩がいるの心強いですよね。
ね、そして、まあ、伊藤澄夫さんがたびたびおっしゃってる家族的経営っていうのがしっかりと若い社員にも伊藤さん浸透してますね。そうですね、僕のやってきたことをね、こういう若い社員に評価されるとやっぱり嬉しいですね。実際入ってみてもう9年目ですけど、はい、伊藤製作所の雰囲気っていうのは入れば入るほど実感できるものもまたあるんじゃないですか。そうですね、会長がカレーを作って持ってきてくれたりとか、はい、すごく入社する前よりももっと実感することが多くって、うん、すごく社員のことを大切にしてくれてるなって日々思います。うん、そして日々仕事場にいて安心して楽しくできていますか。社員同士のコミュニケーションもすごく取りやすいと思いますので、うん、はい、非常に働きやすいです。まあ、ご自身に近い年齢の方もいれば親御さん、おじいちゃん、おばあちゃん、あるいはその間に入る年代の人もいっぱいいるわけですよね。はい、もうまさにこう順送りでいろんな人からいろんな技もそうですし、この社風っていうのも、ね、受け継がれていって後輩も増えてるわけでしょ。そうですね。どういう形で接していますか。15人ぐらいいるかな。そうですね、ね、女の子、ね、女の子ばかりね、はい、15名ほどいて、まあ、同じ部署じゃない子たちはなかなか接する機会がないので、どういうふうに思われてるかちょっとわからないですけど、うん、はい、すごく接しやすい先輩でありたいなと思ってます。川崎常務に伺います。男女比という点でいくと、はい、女性の比率がだいぶ高まってきていると思うんですけれども、はい、やはり伊藤製作所会社の雰囲気っていうのもそれにつれて変わってきてますか。そうですね、まあ、特に今若い世代が多いので、まあ、今の Z 世代という年代も 53% ぐらい、もうかなり若返ってきてまして、女性もですね、今23名正社員でいるんですけれども、そのうち師匠がですね今19人ですね、女性。だからもう四日市商業の子たちなしでは今回らないぐらいの、はい、でもあの学校側からのリアクションというか、伊藤製作所に対する印象も当然いいわけですよね。そうですね、まあ、会長がその出身校っていうのもあるのかも分かりませんけれども、毎年毎年優秀な子をですね推薦していただけるので、弊社としてはもう本当にありがたい存在となっております。きっと江藤さんの存在もまた後輩たちにとって非常にいい目標になっていることでしょうね。はい、少しでも見本にしてもらえるような先輩になれるように頑張りたいと思います。はい、はい、ぜひこのラジオでもその様子が伝われば嬉しいなと思います。今日は伊藤製作所技術部設計課の江藤千尋さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。金属加工機械メーカーのアマダグループ、アマダプレスシステムのプレス機械やその周辺装置バネ成形機は、自動車から医療器具まで暮らしに欠かせない部品を作り出します。世界は金属部品でできている。ビヨンドザソリューションアマダプレスシステム。伊藤澄夫の天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りしました。